ジョン・クーリッジ・アダムズ、ジョン・クーリッジ・アダムズ、ジョン・クーリッジ・アダムズ、1947年2月15日体は、アメリカ合衆国の作曲家、ミニマル・ミュージックを提唱する作曲家の一人である。北アメリカには、ジョン・アダムズという作曲家が三人いるが、一般に、ジョン・アダムズといえば、ジョン・クーリッジ・アダムズを指し、もう一人の、さらにもう一人のジョン・ D.S. アダムズは、 ミドルネームも表記してて区別されている。マサチューセッツ州ウースターの出身。1971年にハーバード大学にてレオン・キルヒナーに学ぶ。カリフォルニア州に移って10年間、サンフランシスコ音楽院で教鞭都市規模を取り、その革新的な演奏会が評価され、サンフランシスコ交響楽団の音楽顧問、現代音楽部門に就任。 続いて1979年から1985年まで常勤作曲家に選ばれる。その間にハルモニウムや火星学といった成功作によって作曲家として名を挙げた。ニューアルビオンや ECM といったレーベルによる録音に相次いで1986年にはノンサッチレコーズと契約し、その関係は今日まで続いている。 1999年にノンサッチレコーズは、ジョン・アダムズ・ヤーボックス、ザ・ジョン・アダムズ・イバックスを発売している。当初は、グラスやライヒ、ライリーのような純然とあるミニマリストとして知られていたが、成熟期の作品においては、ミニマル・ミュージックが、色彩的な火星のパレットと、豊かな還元楽に結びついた、シンドマン主義的傾向も見られ、その音楽は、厳密には、ポストミニマルとみなされる。 そのため、作品には調整を感じさせるものが多く、ショートライドインアファストマシーンのように吹奏楽に編曲されて、米国内で親しまれているものもある。アダムズは、ポピュラー音楽を含む20世紀音楽の音楽語法を幅広く参照しており、初期の歌劇やウィットの効いた還元楽曲、フィアフルシンメトリーズでは、ストラビンスキーやオゲルとビッグバンドのスウィングが設置されており、 近作のマイ・ハーザー・ニュー・チャールズ・アイブスでは他人の作曲家の作品を自由に使い回すコラージュ技法において卓抜な技法を発揮し、また、1985年のオペラ、中国のニクソン中の晩餐三回の場面を還元楽に編曲したも、アダムスの還元楽曲の中では取り上げられる頻度が多い曲の一つである。 共通した特徴を持つのが、1993年1月に、初演された、室内公共曲である。これは、シェーンベルクの技巧がかった、表現主義音楽を、カートゥーンアニメ調の音楽に溶け込ませるという斬新な、スタイルの作品で、現代を音楽における、アダムスの立ち位置を端的に示した作品である。この作品は大変な成功を見、40以上のアンサンブルによって演奏され、 あるいは演奏が計画れてきた。この作品によってアダムズは1994年にロイヤルフィルハーモニック協会室内学部門最優秀賞を得ている。2002年にはアメリカ同時多発テロ事件の犠牲者のツイートとしてオン・ザ・トランス・マイグレーション・オブ・ソウルズが作曲された。この作品は合唱とオーケストラ及び犠牲者の名前を読み上げる声のサンプリング音の ために書かれた作品で2003年にピューリッツァー賞音楽部門を獲得し、ロリン・マゼール式による発録音も2005年度グラミー賞3部門に入賞している。2003年6月には BBC 公共楽団提携芸術家に選ばれた。2004年11月23日によりロンドンのバービカンにおいてフェローシップを授与され、その後作曲者自身の式により、 BBC 公共楽団がハルモニウム他の作品を演奏した。活動当初から舞台作品の手腕に定評のあったジョナ・アダムズの作品のうち最も有名で最も広く言及される作品はオペラ、中国のニクソンである。これはヒューストン大歌劇場により1987年に初演され、1989年に グラミー賞現代を音楽部門最優秀作品に輝いている。作品はニクソン大統領の中国訪問という現代史の場面をオペラ派上鮮やかに映し替えたものでポストモダンにおけるすべてのジャンルの舞台音楽にとって草分け的存在となった。初演版は監督をピーター・セラーズ、台本をアリス・グッドマン、振付をマーグ・モリスが担当し、 セラーズ自身の演出でニューヨークをはじめ世界各地で上演が行われた後ヘルシンキ、フィンランド5上演とビーレールとドイツ5上演において新演出で上演。ロンドンやタリンにおいては演奏会形式でも上演が行われている。二作目のオペラは再びセラーズ、グッドマン、モリスの協力を得た作品でブリュッセル歌劇場において1991年に 初演された。実際にあったシー・ジャック事件を題材とし、ニューズ・ウィーク誌の評論家カトリン・エームズによって、人の心をかき立てる作品と評価された。この作品は、これまでに、リヨン、ウィーン、ニューヨーク、サンフランシスコなどで上演されている。5作目のオペラも、もセラーズとの共作で、2005年10月1日に、初演された。原爆博士とは、 ロバート・オッペンハイマーを指し、作品は、マンハッタイ計画を通じた彼の心の葛藤を描いている。また、この作品から、演奏会用の公共曲も編まれている。このほか、2017年のガールズ・オブ・ザ・ゴールデン、ウエストを含め、合計8作の舞台上演が義務付けられている。作品を発表し、いずれも世界中で再演され続けている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。